13年前の3月11日、宮城県の三陸沖を震源とし、国内観測史上最大規模のマグニチュード9.0を観測した、東日本大震災死者は1万5900人、行方不明者は2520人の大災害となり、国内外に 衝撃を与えました今月日高の浦川町では東日本大震災並みの大津波警報が出た想定での避難訓練が行われました浦川沖を震源とするマグニチュード9.0の地震が発生したことが想定され避難場所となる高台までのルートを住民らが確認しました そして震災として記憶に新しいのは今年1月1日 1> 能登半島を襲った最大震度7の地震と津波平和な時間が流れていたはずの元日一瞬で

強い揺れや津波土砂崩れが起こり、様々な道路では地割れや倒れた家屋による立ち止まりが発生。そして、半島で起きた災害ゆえの道路の寸断が大きな問題をもたらしたのです。ああ、これは無理か。<laughs> これは完全に無理ですね。行き止まりです。道路が大きく盛り上がっています。 半島の先端へと向かう道が崩れ、寸断されてしまった被災地支援物資を運ぶための道や線路が遮断され、道の先にある地域は、まさに陸の孤島となってしまいました北海道もひと事ではありません。専門家は道内の半島で 大きな地震が起こってしまった場合、幹線道路が遮断される可能性があると言います。北海道のま東北にあの日本海側の海沿いですと。とやっぱあの崖といいますか。かまあ、切り立った地形があるところが多いですね。強い地震が起こります。と、まあ崖斜面が崩れて道路があの埋まってしまったり、道路が崩落してしまったりと。 いうことで特にに道路に大きな影響がが及ぶことが考えられま,すまあ一つはシャタン半島付近とかですねアクセス道路が海沿いにかけられるというようなことがありますので、まあ、万が一ですね大きな地震が起こって海岸沿いの国道に被害が及ぶと支援物資を届けることが非常に困難になることが考えられます。災害が起きた場合 孤立する可能性があるという、知りべしの釈迦丹町。半島で地震が起きてしまったら、住民はどのようにして避難するのでしょうか。釈迦丹町には、1の地区集落が海岸に沿って点在します。そして、その地区同士をつなぐのが国道229号です。 隣町の古びら町や鴨江内村に行くための道路も、この国道しかありません。もし災害で遮断されて通れなくなった場合には、これらの集落は孤立を余儀なくされます。車庫担当役場はこのような孤立化に備えて、生活用品や食料を備蓄する倉庫を建てました。 こちらが東日本大震災後にです、ね、町の方で防災、備品等を備蓄するための倉庫を建築して食料品のほか、冬の災害に備えて、カセットボンベで使用できるストーブや、段ボールベッド、簡易トイレも備蓄しています。もしトが寸断された場合、まあ、海での避難だとか物資輸送だととかか あと空での輸送だとか、そういったものも視野に入れながら、ですね対応をしていかなければならないというふうには感じています人口が2000人未満の車庫団長職員や消防隊員も少人数であることから、災害を想定し、集落ごとに助け合えるよう、訓練が定期的に行われているといいます。また 孤立化したときに、国道229号以外に、林道が使えるかどうかの模索訓練も定期的に行っています。各集落ごとの自治会組織がまとまって、やはり共助の精神でですね、助け合ってやっていかなければならないのかな。 役場のあるビクニ地区に次いで、2番目に人口が多い、車庫探長、野塚地区。海に面した漁師町です。住民の災害に対する不安は。海岸線が全部道路なんで、まあ崩落とか。なんかきっと、そういうのがあると、まあ寸断されちゃうんだろうなっていうのは感じますね。 こちらの施設は災害が起きたとの町が指定すする避難場所となっていますこちらがあの一般的にこのお座敷になってまして、まあ、災害等々あった場合はです、ね、こちらでも雑魚寝もできるような形で、すべて開放するような形になっていますねこの町に暮らす住民も、災害や孤立化に備えて、備蓄などの対策を講じています。

どうの危機対策かは今回の地震を踏まえて、ですねあのどういうところが足りなくて、えー、どういうところをもっと力強く進めていったらいいのか、そういったようなことをあのしっかりあのまた点検し直すということも大事だと思ってますもし、北海道の半島で震災が起きたら、命を守るためには、不断の備えが必要です。